スノーマンの渡辺翔太31が来年1月期の日本テレビドラマ生さようなら月曜深夜0.59で連続ドラマで主する19年にはメンバーと4人で主演したが単独は初の連ドラ主演僕がやっていいんだ止めやめちゃ嬉しかった反面主演という重みとてもプレッシャーを感じましたとドキドを語った原作は 安子さんの同名漫画で、杉と現在の二つの恋が交錯していくラブストー。主人公は、高校時代に担任教師に恋をして、高子を持ち、現在は、生徒から恋を寄せら、る、高校教師。渡辺は、主人公の現在に加え、高校、時代も演じる。今月5日に31歳の誕生日を迎えて、り、何年ぶりに制服を着るんでしょうか。 といところから始まったと明かす。当初は心配もたというが僕でもできる。と自分を信じる決意。高校生と先生の時の演じ分けに注目しいただきより楽しんでもらいたいとアピーした。美容男子でハイライトいらず伸び肌の地主。10代に負けぬ艶肌も役作りを助けてくそうだ。 他にも渡辺にとって挑戦がたくさん作品となりそうだ。甘いマスクと微生でファ、お魅了しているが、胸キュンセリフは、照れて舞うという。このドラマに向けてそれはと、王と思っていると役作りする。教師役も初、戦となる。主題歌は、スノーマンのベルゴー・トゥゲザーに決定。すでにリーダー、岩本テラシ、30。 も来年1月期の連ドラで単独初主演をめ、ね、その主題歌もグループが担当することが表となっている。11日に発表した大晦日聖杯も大きな話題となっており、何が何でもを見る配信に集中するなどの声が上がっている。旧、ヤニーズ事務所への逆風が吹いているが、グップの勢いはさらに加速していきそうだ。